皆さんこんにちは、なるほど店です。本日はですね、プレミア公開でご覧いただきですね、誠にありがとうございます。いやー、お待たせいたしました。今回ですね、なるライブモデレーターにご応募いただいた方、いや本当にありがとうございます。まあ、多分皆さん楽しみに待ってくださったと思いますので、予定では明日の夕方6時の予定だったんですけど、1日早めて土曜日のですね、本日の夕方6時からですね、こちら動画ですね、公開させていただいております。今ですね、6名の方応募をお願いしてたんですけど、いやコメントですね、そちら6名以上の方が応募してくださったので、いやよかったです。 6名応募してて3名しか来ませんでしたとか言ったら3人になっちゃいますけど、さあまずはですね、応募資格ありましたので、いや本当にたくさんの方がいただいたんですけど、ナルライブに1ヶ月以上来られている方、コメント内容をきちんとされている方、ライブ中に皆さんのコメントを確認、していただいて管理できる方ですね、削除とかですね、タイムアウトとか、あと1週間に3回以上ですかね、なるべくたくさん来ていただきたいですけど、こちらの資格ですけど、後から、発表いたしますけど、体験モデレーターさんの方で、こちらにですね、該当されてない方もちょっと今回ですね、お話ししてますので申し訳ないです。さあでは、まずですね、条件に当てはまる方から6名ですね、選ばせていただくんですけども、すでにもう3人の方ですね、お選びしております。まあ本モデレーターですかの方ですね。で、2人がモデレーターの方ですか、現モデレーターの方たちで話し合っていただいて2人決めていただいて、もう一人は私がですね、独断と偏見で決めさせていただいたということで、まずこちらの3名の方ですね、発表したいと思います。さあ皆さんお越しいただいてますかね。いやー遅れてしまったらもう動画すぐ終わっちゃう可能性がありますから、何分か分かんないからですね、まあ体験モデレーターの方はこれから決める予定ですので、まあ、そちらでちょっとお時間かかるかもしれませんけど、さあまず本モデレーターの方発表いたしましょう。では発表いたします。モデレーター推薦枠2名からですね、まずさあお一人目はドゥル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 ドゥンと、ドゥ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 、お誰の名前、おっとこれでわかりますか、ここでわかりますか。さあ極仙さんです、おめでとうございます。深夜帯によく来てくださってる極仙さんですね、いやありがとうございます。さあおめでとうございます。では2人目いきましょう。ドゥル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 ドゥーンと、さあどこまで出たらわかるんですかね。おっと、あこれでもうわかりますかね、わかりますか、文字数見たら大体わかりますよね、自分じゃないみたいな。さあ2人目はケモフレさんです。カービィちゃん大好きケモフレさん、なるなる食べるが最近の定期コメントですけど、さあありがとうございます。そしておめでとうございます。そして3人目、私の推薦枠ですね、なるほど推薦枠1名、さあどなたでしょう。いやー悩みましたよ。まあこちらのお二人もあれですけど、他にもモデレーター推薦枠の方で何名か出ていらっしゃったんですけど、その中の一人でしたね、私もともと決めてたんですけど最初に。いやーさすがですね。さあドゥンと、もう移った半分、そう青のトゲドウさんです、おめでとうございます。いやー皆さんいい方ばかりですよ、他にもたくさんいらっしゃいますけど、いや今回は残念ながら3人しか選べなかったからですね、もっとお選びしたかったですね。ということでこれからですね、本モデレーターとなっていただきますので、ぜひですねなるライブよろしくお願いします。では、お楽しみのお楽しみ、体験1ヶ月体験モデレーターの方3名をですね、今からこちらで決めたいと思います。皆さんに数字決めていただいてたと思うんですけど、3つですか。で1番目の数字を優先的にお選びして、何かやっぱりかぶっちゃいましたので、2番目の数字の方に、している方もいらっしゃいますね。で先ほども申し上げた通り、ナルライブに1ヶ月間来られてない方、ちょっとすいませんお外ししてますのでお名前載せておりません。あとお名前変わられてる方もなるべくお載せできなかったんですけど、まあ、重力さんとか今回特別ですかね。ですが皆さん あまりお名前変えないのでですね、変えないようにお願いいたします。結構なりすましとかありますからね、昔このお名前でしたって言ってですね、子さんさんの名前挙げられる方とかいらっしゃいますから、分かんなくなっちゃうので。さあでは行きましょう。皆さんの応募していただいている方、こちらの番号です。アイニーさんもおっしゃってましたけど、あの数字なんだろうって思ってましたけど、
今わかりますか？私が今から何をしようとしているか、この数字は一体何なのか、これで決まっちゃうんですと。さあコメント欄によかったらお書きください。20秒ほどお待ちしますので、今から私は何をして決めようとしているのか。この数字1から100なんですけど、まあ、ニケちゃん1でミルクさん100ですから面白いですよね。間結構30とか60代も誰も選んでいらっしゃるんですけど、やっぱ好きな数字って結構似るんですかね。さあ1から100までの数字、これがヒントですよ。まあこれじゃなくても大体25まであればできますからね。1から25まではできるゲームなんですけど、まあよくありますよね。ボーリング大会とか、違いますか、ボーリング大会ではないですかね。他のパーティーパーティーとかでよくありますよ。パーティーで景品ですか、賞金とか、なんか揃ったら、揃ったらって言っちゃった、こちらですね、1番の方に賞品、2番の方にも賞品みたいな、私が番号を、数字を読み上げると、その番号を皆さんありますかみたいな、そういうゲームですよ。さあここまでいったら分かりますよね。そう、正解は、そう、皆さん正解、ビンゴですね。ということで、今からビンゴで決めたいと思います。これはですね、面白いですよ。数字、あらかじめ、最大マックスまで、100までですけど、選べるんですね。で、スタートボタンを押すと、そう、こちらスタートボタンを押すと、100個のうちのボールですね、1個出てきます。これで決めます。さあ、ということで、いきましょう。さあ、最初からいきなり大当たりする方いらっしゃいますかね。ゴー、ストップ、ダウン、39、あ、30番なかったってさっき私言いましたよ、確か。39いらっしゃらない、39いらっしゃらないですね。しかも結果でちゃんと見れます。39番いらっしゃらない。さあ行きましょう。いや面白いですね。もう私この音、扇風機が回ってる音しか聞こえない。扇風機が回ってるようにしか見えない。さあ49、30キロ次は49、次29ですか。49、お、すごい、いらっしゃった。2回目でまさか決まるなんて。ミルクッキーさん、おめでとうございます。ちょっと書きますか。49、当選ですね。当選おめでとうございますと、私が忘れないでメモっとこうだけですけど、ミルクッキーさんですね。ゆるミルクさんと最近ミルクッキーさん、お名前お二人合体されてミルクッティーさんになっていらっしゃいますけど、いやー結構ですね、分かりづらいと二人とも同じ名前にされると、まあ全く同じではないですけど。さあでは行きましょう。いやーこれ面白いですね、楽しい。87、あーでも80番お一人いらっしゃったんですけどね。おっとカモさん惜しい、82でしたね、残念。さあ来ます。さあ5回目、43は、おー、リオさんとミルクッキーさん、ミルクッキーさんも決まってるから持ってないですけど、リオさん惜しいですね。あー46じゃなくて43にしとけばみたいなことを多分今頃わーわーおっしゃっているんだと思います、コメント欄で。さあ行きましょう。6回目、18、結構人数多いから皆さんの番号覚えきれない。18いらっしゃらない。10番台5組の3や13、ラスカルさんがいらっしゃった。さあ7回目です。ビンゴってやっぱりずっと回せば当たるんですけど、ほんと当たらない時は当たらないですよね。さあ64番いらっしゃい、54、74いらっしゃる。平野さん、重力さん、2桁目の数字1個書いておけばっていうところですよ。さあ全くかすりもしてない方残念ですが、6番、お、一桁台いらっしゃった気がする。おお、ニケちゃん、ミーちゃんが12ですか、惜しいですね。まあこれ何番が出るか本当ランダムですからね、一桁台も出るとき出ますから。さあ20番、お、来ました、具志堅さん、おめでとうございます。目分の忘れちゃう、来ました、お二人目が来ましたね。具志堅さんといえばもうナルライブ定番1個目ですよ。いやもう動画も今ハートを、私のコメントいただいてたくさんハートいただいてるっていうですね、すごい頑張っていらっしゃる。いや嬉しいですね、ありがとうございます。そしておめでとうございます。さあでは行きましょう、あとお一人。さあ誰になるんでしょうか、誰がなるかわからない。10番目、さあ88、パチパチパチということで、あ、98がエクスプレスさん、皆さん惜しいですね。なんか宝くじとかであれですよね、
ああ、一つ違ったみたいな、そんな感じですよ。44。それはゾロ目の方いらっしゃらなかった気がしますね。11の野獣さんぐらいですか。さあ、44いらっしゃらない。さあ、今こちらですね。あ、でも案外早く決まりそうですね。さあ、次は92。いらっしゃらない。エクスプレスさん98ですか。さあ、次は58。本当番号覚えきれない。58。あ、平野さんが54ですね。まあ、皆さんも番号、自分の番号分かってるから、もうその番号出る、この瞬間出るかですよね。26。20、おお、決まりましたか、まさかの。さあ、ということで、たくみさんが3人目でございました。体験モデレーターですね。1ヶ月ありますが、ぜひですね、よろしくお願いします。ですから、こちらの動画の、6時ですから出してるのが8時からですかね。ちょっと私が忘れなければすぐにモデレーターさんにですね追加させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、ミルクッキーさん、グシケンさん、タカニさんが1ヶ月体験モデレーターでした。それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。いやー、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもなるライブですね、なる動画ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。